日本で最初に認められた海中公園。ここにはウミガメが泳ぎ、まるで水の中を歩いているようなトンネル。そして海中展望塔に入ると深さ6メートルの海の世界。ガラス越しにサンゴや魚を楽しめます。そして明治6年の点灯以来、100年もの間海の安全を見守る潮岬灯台がある町、本州最南端、和歌山県串本町。今日はこの町のええもん、竹の皮で包まれた羊羹の物語。一本一本丁寧に手作りされた羊羹です。手掛けているのはもみじ屋本舗の酒井さん。表面が乾いているのがうちの羊羹の特徴で、甘さが乾いていることによってくどくならない、サクッとしたまず食感がきて、もちっとした食感が楽しめます。でもっちりした時に羊羹の甘さを感じるという特徴があります。羊羹の周りをコーティングしているのはにじみ出た砂糖が乾いたもの。こうすることでサクッとした食感だけでなく、ちょうどいい水分を保ってくれるから中はしっとり。その砂糖が湿ってベタつかないように通気性のいい竹の皮で包んでいます。昔の人の知恵ですね。もみじ屋本舗の創業は明治33年。串本では有名な和菓子屋さんで、羊羹は一番人気の看板商品でした。しかし東京オリンピックが開催された1964年、日本が急成長の真っ只中に和菓子職人を継ぐ人はいなくなり、のれんを下ろしました。それから35年、酒井家の誰もが羊羹作りから長く離れ、当時36歳で宝石のセールスをしていた酒井さん。ふとしたことでお客さんに自分で手作りした羊羹を手土産として持っていくことになったのです。お客様に羊羹を、母親とかおじさんに聞いて作ったところ、結構お客様が喜んでいただいたので、お菓子屋さんの DNA がこう目が覚めたんでしょうね。これはもう復活させなあかんと思って、羊羹復活へ向けて実家に眠る大きな真鍮鍋を引っ張り出してきました。当時の味がやっぱり知りたいじゃないですか。だからレシピを探してもらったんですよ。そのレシピが仏壇の中から出てきて、なんと今まで家族が見たこともなかったレシピを発見しました。しかし材料は書いてるんですけども、その火の加減も分からへんし、小豆もどんだけ炊いててもいいやら分からへんし。レシピに記されていたのは材料とその分量のみ、肝心の作り方が書かれていなかったのです。普通お菓子職人っていうのは兄弟子とか親とかに教えてもらうんやけども、レシピだけでどう近づけていくかっていうのは試行錯誤のスタートです。幼い頃のかすかな記憶と独学で得た知識で、酒井さんは宝石のセールスをしながら羊羹作りに取り組みます。特に苦労したのは砂糖。だんだん温暖化してきたので、やっぱり当時だったらば湿度もそんなになかったのが、表面の砂糖が溶けるっていう難点が出てきたんですね。砂糖のサクッとした食感の再現、そのために3種類の砂糖をブレンドすることにしました。大きな機械などなかった時代、職人は一つ一つ丁寧に心を込めて手作りしていたはず。そんな職人の思いを受け継ぐかのように、酒井さんは先祖が生み出した味にたった一人で挑みました。普通の羊羹
羊ならこれで完成なんですが、ここからもみじ屋羊羹の最大の特徴である乾燥へ。およそ8日間かけて完成へと向かうのですが、羊羹が均等に乾燥するようにこまめに向きを変えていきます。1日目にツヤがあった羊羹が、8日目には砂糖でしっかりとコーティングされています。当時のもみじ庵の味を知っている人に召し上がっていただいたら、当時の味に間違いないっていう太鼓判を押していただいて、で一応商品として販売するようになりました。2003年、あの幻の味が40年ぶりに帰ってきたと売り出したものの、全く売れませんでした。漁師町の和菓子屋さんにわざわざ足を運んでくれる人はほとんどいません。そこでインターネットがこう普及してるじゃないですか。でインターネットで目立つのにはどういうことしたらいいのかなと思って、で簡単に単純に片っ端から賞を取ったらどうやろうと思って、発売から10年間で受賞した数はなんと50個。中には世界の品評会で10年連続金賞を受賞するという快挙を成し遂げました。今では世界が認めた和菓子として全国から注文が殺到するほどに。ただしこのレシピを理解できているのは酒井さんただ一人。たった一人で作るので1日200本が限界なんだそう。これは僕の天職やったんかなって逆に思ってしまって、なかなか人生の中で天職やと思う仕事っていうのはないじゃないですか。ほぼほぼ復活した意味がここにあると思いますね。今は和歌山県串本町の竹川包み羊羹、ええもんですよ。外はサクッ、そして中はしっとりもちもち、不思議な食感の羊羹をぜひご賞味ください。